アイリッシュタイムズはアイルランドダブリンに本社を置く新聞社並びに同社が発行している左翼系日刊新聞紙1859年3月29日に創刊された創設者はローレンス・ノックス1994年に公式サイトを開設1999年にはオンライン版の発行を開始したタラストリート沿いにある 本社ビル同社は1895年に元のオフィスからドリエ通りに移転した。これがドリエ通りの老婦人という異名の由来である。同社は2006年10月にタラ通りの近くの建物に移転した。紙面は毎日同じ形式となっている。一面にはホームニュース、ワールドニュース、スポーツ記事や経済記事などが掲載されている。 今日のセクション内の記事のいくつかのお誘いだけでなく左側の列にはニュースダイジェストと一つのメイン画像と三つの主要なニュース記事が掲載されている。他には勝利抽選番号や天気予報などの情報。内部では通常アイルランドのニュースの8から12ページ含まれている。ホームニュースと呼ばれるニュースはアイルランドと北アイルランドに関するニュースのこと。 毎週水曜日にはアイルランド語の紙面が一面掲載される。左翼寄りのリベラル紙で知識人層に読まれている。そう漢字には新しい保守派の日刊誌とされた。アイルランド独立の1922年より前及び、その後数十年の間は親イギリス政府の論調で書かれていた。1960年代にアイルランド社会の変化を反映してリベラルに転向し、 現在のアイルランドでの立ち位置はイギリスでのガーディアンやアメリカ合衆国でのニューヨークタイムズに相当する。岐阜大学の堀越里氏と法政大学の森アリサによれば保守系。AB コンサスヒストリーオブザ・ブリティッシュニュースペーパーインザ・ナインティーンズ・センチュリー・ザ・ブリティッシュ・ライブラリーハット ABCD ザ・アイリッシュタイムズ・ドラストザ・アイリッシュタイムズ2020年5月24日閲覧 エオインオマリー、コンテンポラリーアイルランド、p 六十九、アンソニー・イカリ、ニュースプロダクション・イン・アン・イディッシュ・オンライン・ニュースルーム、プラクティス、プロセスアンドカルチャー、メイキング・オンライン・ニュース、ザエスノグラフィオブ・ニュー・メディア・プロダクション、ボリューム一、アンソニー・イカリ、ニュースプロダクション・イン・アン・アイディッシュ・オンライン・ニュースルーム、プラクティス、プロセスアンドカルチャー、メイキング・オンライン・ニュース、 ザエスノグラフィオブニューメディアプロダクションボリューム1堀越里志ジェームズ・コノリーとアイルランド氏、アイルランド氏における労働者階級海外岐阜大学教養部研究報告案0005332124-121モーリアリサ比較指摘アプローチによる近代アイルランドプロジェクト研究会報告用紙集タラモア銃撃事件の再検討1916 後期の社会的背景への一考察例46比較経済研究所ワーキングペーパーありがとうございます。